この画像があります。いやーやだー、やだちょっと無理で。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。目開いてない。あ、開いてない。開いてない。眩しいからね。そろそろ俺がタイトルコールしちゃおうかな。まあまあ最近ね、我々の都市伝説もグレードアップしていって。まあそうですね。はい、情報量も増やしていってね。はい。ちょっと見どころが満載になるように今心がけている最中なんですけれども。はい。精一杯ですよ。今日はさらに怖い都市伝説。怖い。怖い都市伝説。人は寝れないとどうなってしまうのか、ちょっと気になったことないですか。はいはいはい、まあ、みんなもオールとかしたことあると思うんで、寝れないことなくない。どんぐらいまで寝ずに人は入れるんだろうっていう実験をやった奴らがいるんです。うわ、地獄だ。今日の都市伝説と題してロシアの睡眠実験、こちらでございます。ロシアか、ロシアやばそうだもん。30日間人は寝ないと一体どうなるか、これを囚人を用いて実験したんですよ。囚人使う気はやばいの。囚人を使って、寝れないなんてできんの。まあ後で言うんだけど、それがやばいってこと。そう、その方法とかも結構やばいし、で実際に無理やり起こし続けるととんでもないことになったっていう。うわー。実験の準備段階としてまず5人の囚人を用意して、この5人を部屋に閉じ込めるわけよね。うん、はい、はい。この部屋に刺激性が含まれたガス、まあ要は寝れなくするガスをブワーって入れまくって、強制的にね、そうそうそう、ずっと起こさせ続けると。はい、やば。もし30日間耐えることができたら、解放してあげるよ、罪を免除してあげるよ、おー、なるほどっていう感じで行われたわけです。はい、まず大前提に絶対起き続けるような環境を作ってるわけですね。そういうこと。ちなみに画像がこんな感じ。暗いの？まあ白黒の写真だからね、これ。ああ、そういうことか。研究者側はもうマジックミラーでずっとこんな感じで監視していると。おー。ということで、まあこの実験が開始されました。1日目から4日目ぐらいまでは、うん、もう全然余裕だった。おー、はい、4日目まで余裕なんです。4日目までだからガスがすごいよね。ああ、すごいね。実験開始されてから5日目、被験者がだん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 ストレスを感じる。イライラしてきた。最初はね、もう罪免除されるよったなんて言ってた被験者も、はい、なんでこれに参加しちまったんだよみたいな感じで、もう不満たれるようになります。被験者同士の会話とかもそれまではあったんだけど、もうだん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 それもなくなっていって、代わりにね、モニター越しになんかひそひそ声を話すようになった。あの被験者悪いやつみたいな感じで。わー、研究者に媚びをどんどん売り出したというか。あー、実験開始から9日目、ここら辺からちょっとどん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 やばくなっていって、被験者のうちの一人がうわーってもう本当に精神がいかれ始めた。するわな、それ。もう発狂するようになった。うん、でそれにつられて2人目の被験者もうわーって、もう部屋の中でもめちゃめちゃ、あ、もう釣られるんだ。そうそうそう、もう叫びまくって糸切れちゃったんだろうね、一気に。こんな画像もあります。おー、もうこれはまさに本当発狂してる最中。そうだよね、左上のあれの感じ動画っぽくね。あ、そう、これ動画がね、もう普通に見れる。あ、これ動画なんだ、 YouTube だね。もう YouTube で見れるかな、なんかね、でも調べればもう動画すぐ見れる。そうなの。読書用にあった本とかがあったんだけど、うん、その本をもうぐわー、もう本当にやばいです。うわー、めっちゃもう引き裂いていって、すごいです。しまいには便あるでしょ、便、うんうん、この便を破いた紙に塗りたくって、それをこのマジックミラー全面にこれ、うわー、お、貼り出して、バカ怖くない？マジックミラー越しで見れなくなっちゃったから、中の映像が確認できなくなってしまったと。めっちゃ叫んでるわけよ、はい、もう見えないけど、うわーそれだけしか聞こえないんだもんね。そうそうそう、怖いな。で研究者も、うわ、これマジでやばいなってなって、うん、そんな感じでいたら、うわーってなってたのがピタッ、止まったの。怖いじゃん、やっぱ研究者もさ、うん、えっ、みたいな。いや、怖いでしょ、なんか分かんないわけだしね。で、アナウンスすることでした。今からこの部屋入る、だから今すぐ床に寝っ転がれと、うん、もうすごい状態だから襲ってくるかもしれない、うん、床に横になっていたら解放してやるから、もし横にならなかったら撃つっつって、うん、で、開けて解放されたくないのかって言ったんだけど、衝撃的な答えが返ってきます。うん、怯え切った表情で、解放されたくありません、
断固としてこの人体実験の継続を求めたと。ええ、あ、実験自体よ。そう、被験者側がだよ。やば、この実験続けろっつって。どうなったんだよ。え、なんでなんでなんで。もう意味わかんないでしょ。意味わかんない。実験開始から15日目、ずっとガス流し続けると絶命しちゃうから、ちょいちょい換気みたいなのをしてた。はいはい。15日目も今まで見たく空気をかん、あの、換気しようとした。そしたら、また被験者が、うわーって、叫び出して、ドア開けてみたんだけど、うわーって痛がってる感じで、もうよく見たら、一人が、全身血だらけになってる。ちょいちょいなんか、肉片がない。うわぁ、もうボロボロな状態になってたよ。血だらけになってたやつ、よく見たら、もう死んでたんですよ。えぇ、なんならその、亡くなった肉片のかけらみたいなのが、排水口めっちゃ詰まってる。もう、他の被験者ももう全員同じ感じ。それのほとんどはね、後々、生き残ったやつから聞いた話なんだけど、自傷行為だったと。自分でやったんだ。自分でこうやってって、こう。引っかきまくって。おい、バカ、何笑ってんだよ。リアルすぎない？話だよ。自制心みたいなのなくなって、もうなんか痛みとかないよ。リミットが外れちゃってるでしょ。だから、自分だったらさ、ちょっと我慢っていうか、緩めちゃう力、もうそれをマックスの力でやりすぎる。そうそうそう。なんならこうやってえぐって、なんかそれを食ってるやつだ。うわー、気持ち悪い。うわー、ガチでそれ、人間じゃ無理。この画像があります。いやー、やだー、やだ、ちょっと無理です。はい。どういうこと？え、髪もない？これです。本物？やばいでしょ、これ。人なの、これ。これ人？完全アウトラスだよ。マジ？そう、これが、これが、まあ、15日間寝なかった男の慣れの果ての姿。本当に言ってんの？口の皮膚とかが一番エグいんだ。そうだよ。そこら辺ないから変な感じに見えるんだ。いや、これ人間じゃないって。目がやばくない？目が。で、まあ、他の生き残った4人がいたじゃん。この4人はもうこんなん実験続けたらマジでやばいわってことになって、脱出させることにした。もう無理やり。ああ、もうダメ、お前出ろ、研究側で。あ、そうそうそう、お前出ろっつったんだけど、もう外に出るのめっちゃ嫌がるわけ。激しく抵抗したその被験者はその場で息絶えてしまった。じゃあ2人死んだってこと？そう、今の段階で2人死んだ。へえ。で、残りの3人はもうなんとか外に連れ出して、もう速攻病院に緊急搬送。その、まあ、3人のうちの1人、麻酔を打って手術しようとしたんだけど、その麻酔もめっちゃ嫌がるわけで、まあ、麻酔を打ってなんとか眠らせて、一応手術は成功したんだけど、ただ麻酔を受けたその睡眠状態からすぐにコロッとその人も亡くなってしまった。逆に寝たら死んじゃったんだ。そうそうそう。え、その感じが本能的に分かってたのかもしれない。ああ、そうだね。だから嫌がってた。で、まあ、残りの2人、この2人も手術したの。麻酔打って、これ亡くなっちゃったから、麻酔なしで手術するのしかない。いや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 、手術はできたんだけど、手術中、ずっとその2人高笑いしてた。おー、だからそうだ、もう痛み感じてない。メス入れられてるのに。で、まあ一応手術なんとか成功して一命は取り留めた。数日経って、研究者が生き残った二人に、お前らなんでガスを入れるよう求めたんだと尋ねたわけ、うん、そしたら被験者はこう答えた。起き続けてないとダメなんですって言って、寝るのか恐怖症というか。研究者も歴史に残るタブーの人体実験だってことになって揉み消そうとしたんだよ、ね。うん、だからこの被験者2人を安楽死させて、なんとかなかったことにしましょうよって上司にね、相談したんだけど、うんうん、でもこの、うわぁ、今すごかったよ。今何今の、やばいでしょ。まだ、てかどんどんなってるよ今。え、止まんねえぞ。やばいやばいやばい、こっちこっちこっち、めっちゃ連打、めっちゃ連打してる今。え、今こんな静かなの？うわぁ、いやいや、ちょっと待って、怖い怖い怖い、なんで、やばいやばいやばい、待って待って待って、いる、やばいやばいやばい、やばいやばいやばい、え、ちょっとさっきから電気ついてた。どこだ、どれ、階段電気ついてたっけ。もうさっきまで見えてた。わかんない。え、どうだ、消えてた、消えてた、消えてた。いや、これついてたらやばいでしょ。いや、もうほんまにやばいやん。これには映ってるでしょ。触れてなかったけど、ちょくちょくどんどん映ってる。言ってた、言ってた。マジ？でも、あんな大きくはさ、こっちの方がすごすぎたから。そう、なんか内容が入り浸る感じだったから、一応反応しなくていいやん。そう、なんか世界観壊れるかなと思って。あ、なんかやばかったよね、あの辺。やばかったよね。やばかった、初めて聞いた音した。ピシピシピシ。え、おいおいおい、え、多ない？え、多い多い多い。これなんとか被験者を安楽死させて揉み消しましょうと上司に相談したところ、もう上司の口からとんでもない一言が、いや、まだ実験途中だからお前らでやれ、うん、
やばいでしょ。お前ら、そう言って被験者2人を部屋にブワーッ連れ込んで、でなんならこの研究チームの3人適当にブワ、じゃあお前とお前とお前っつって、お前もう入れっつってブワッ、上司やめすぎ、一緒に入れって、15日目で止まってるから全部やりきれっつって、うん、でやらせようとしたんだよね。あマジでやばい、行くない、ちょっとだいぶやばして、待って深刻にやばい、いやマジでしょ、えマジで、これマジでバチ、ちょっと待って、やばくね、待って、普通にやばいっしょ、うん、やばくない、で普通になんか一発じゃないよね、音がどんどん、そうなんか、なんかもう握ってる音、そうそうそう、こうどんどんやってる感じ、この辺がおかしいと、こっちですよね、と言ってんじゃん、そう、なんかさ、喋り声っぽいの聞こえてない、うん、わかる、え、マジで、そうでしょ、なんか女の声みたいなやつ、なんかおばあさんなんだかっていう、なんか普通の会話っぽいのが聞こえるするするするね、するよね、えこれ、今開けたら終わりな気するな、やめよう、マジでやばいでしょ、開けるのやめよう、まあ、だから上司がね、被験者2人と研究チーム、じゃあお前とお前とお前っつって、うん、こいつらをもう閉じ込めようとしたわけ、うん、で、それを見てた研究チームのリーダーがいて、はいはい、そんなのありえんやろってなって、手元にあった拳銃をパッて取って、うん、その上司をもう撃ち殺した、あーなるほどね、で無事終わったんだ、終わらない、嘘でしょ、え前後編でもそのまま上司を撃ってしまったことで精神がちょっとパニックになっちゃって、ドアを開けてその被験者の一人を撃ち殺してしまった、はいはい、バーンっつって、で最後の一人にピストルこうやって、お前は一体何者なんだって聞いたわけ、うん、そしたらこの被験者が笑いながら、そんなこともわからないんですかと、私はあなたです、あなたたち全ての心にいる狂気ですよ、あーなるほどね、クレイジーな狂気、研究者のリーダーはもううわーってもパニックになっちゃって、そいつも撃ったと、これがロシア睡眠実験の全貌ですか、全貌でございます、怖っ、でもこれどう世に出回ったの、まあそれだよね、うん、まあこの都市伝説が本当か嘘かっていう話なんだけど、うん、8割ぐらいはパチなんじゃねえかって、あ、そうなんだ、言われてるのが現状で、クリーピーパスタっていうサイト知ってる、海外のその都市伝説をこう乗っけてる掲示板みたいなサイトなんだけど、例で言ったらスレンダーマンとか、あ、ジェフ・ザ・キラーとか、なんかそういう有名なキャラクターとかもいる、それに乗ってた話がこれなんだよね、あ、そうなんだ、そう、だからこれはまあ8割偽物だろうって言うけど、これあえて10割とか偽物って言わなかったのは、必ずしもそうではないよっていう話もあるわけ、あーなるほどね、これ自体は作った話だけど、実話に基づいて作られた話なんじゃないかっていうのが話題に上がってるというか、実際実験行われてたよっていう、そうそうそう、1940年代ぐらい、うん、本当に動物を使った人体実験を行っていたことで結構有名で、不眠の最強の兵士を作ろうとしていたっていう噂も結構広まってたわけ、ね、ウラジミール・デミコフというソ連の科学者は TOTO の犬を作るという恐ろしい実験を公表した。そしてこの犬の両方の頭が同時にミルクを舐める様子を報道陣を集めて見せつけた。この犬は組織の拒絶反応のため間もなく死亡した。ということから、この話はあながちフィクションではないのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。怖い、今日は素晴らしい、いや、やばいね、素晴らしいね、怖すぎた、本当に今日は素晴らしかった先生、ありがとうございました。これからもこんな感じでビタビタにね、世界観に入っていける都市伝説を作っていきますので、皆さんよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビーバイビー。